自分の体なのに全く理解できないって思ったことはありませんか？結構怖いことですよね。時々目がピクピクと痙攣し始めたり、お腹からクジラの鳴き声みたいな音がしたり、理由もなく鳥肌が立ったり、自分の体についてもっと理解を深めるべき時です。まずは11の事実を知ることから始めましょう。1、理由もなく筋肉が痙攣するのはなぜ？なぜ何回もウィンクするのか。目の前の人に説明するのってちょっと気まずいですよね。時々目が痙攣するのはストレスが溜まっている、または睡眠不足の合図、またはコーヒーを飲みすぎたり、とても甘いものを食べすぎている場合も。痙攣そのものに害はなく、筋肉疲労や脳への過度な刺激が原因となっています。2、寒い時に震えるのはなぜ？寒くて歯がカチカチ鳴ったり、足が震えたりするのを抑えられないことって誰にでもありますよね。これは全ての筋肉がかすかに急速に動いて摩擦で熱を発生させようとしているからです。寒い日に手をこすり合わせると暖かくなりますよね。それと同じことがより小さな規模で起こっているのです。脳は胴体のような働きをし、肌の温度を感知します。36.6 度より暑ければ汗を出すようシグナルを送ります。それより冷たい場合は筋肉を震えさせるのです。3、足がしびれるのはなぜ？デスクから立ち上がると、なぜか片方の足が使い物にならなくなる時って怖いですよね。大丈夫、そのうち治ります。コントロールが効かなくなり、気力がくじけるような不快感がありますが、原因は座り方にあるようです。座り方のせいで血液が足に届きにくくなります。たった10分間血行が悪くなるだけでしびれが起こり、その後急激に血液が足全体に流れることで不快な感覚に襲われるのです。ビリビリするあの感覚ですね。4、目覚めた時目が濡れているのはなぜ？それに加えて硬くなった目やにが目頭についていることもありますよね。理由はいつも同じです。私たちは睡眠中いつもしっかり目を閉じているわけではありません。保護されていない状態を補うため、そして夜の間に目に溜まってしまうホコリを流すため、目頭にある特別な線が涙を出します。そして疲れて眠りにつこうとするとき、あくびをするときも涙が出ます。あくびをすると副涙腺に圧力がかかり、同時に涙が目に流れる普段の通り道をブロックします。それであくびを終えるとすぐに涙があふれるのです。5、全く眠くないときにあくびが出るのはなぜ？基本的にあくびは眠いときや退屈しているときだけ出るものではありません。そういうときに一番出やすいというだけです。面白いことに、パラシュートで降下する人は飛行機から飛び降りる直前によくあくびをするんですよ。昼寝するタイミングじゃないですし、スカイダイビングは退屈なわけがないですよね。あくびをするのは顎をストレッチし、できる限り深く呼吸するためです。この両方が血液を脳に素早く送り、髄液を背骨に下ろします。意外なことにあくびって体に活を入れる方法なんです。ストレスや不安を感じた時、体をそれらに対処させるためあくびをすることがあります。あくびには心理学的な要素もあります。あくびがうつることにお気づきでしょうか。それは人間が高度に社会的な種で、お互いに睡眠サイクルを合わせるため。分かりやすく言うと、一人が疲れてあくびをすると、その人の周りの人たちに信号を送り、みんなを眠くさせるのです。あくびって魔法みたいじゃないですか。6、飛蚊症って何？目の前に浮かんでいるお化けのような虫のようなものに気づいたことはありますか？目の中にあることもあります。大丈夫です、虫ではありませんから。これは飛蚊症というものです。青い空や他の光、明るい風景を見た時によく現れます。
浮かんでいるものは物質ではなく目の本体の特別な場所のガラス体液という小さな血管です。何かが見えるのはこの構造上の血管が瞳孔を通る光の通り道にあり、網膜がそれを受け取り視界を形成するからです。ですから浮かぶものが見えても眼科に行かなくても大丈夫。多くの場合全く無害ですので。7、眠りに落ちることが文字通り落ちるように感じることがあるのはなぜ？ベッドや崖から落ちるような嫌な感覚とともに痙攣したりビクッとしたりするのって最悪な目覚め方ですよね。実はこれは眠りに落ちてすぐ全ての筋肉が同時に弛緩する瞬間に起きることなのです。脳が救難信号と混同します。普段なら全ての筋肉が弛緩すると転んでしまいますからね。転ぶのに備えて脳が筋肉に多くの素早い信号を送り再び機能させようとするのです。この現象には入眠時痙攣っていう特別な名前さえあるんですよ。入眠時に足や腕が痙攣するようにより小さな規模で起こることもあります。8、心配な時足が鉛のように重くなるのはなぜ？びっくりしたり怯えたりした時足が丸太のように重くなり心臓がドキドキして鳥肌が立つことがあります。これらはすべて同じプロセスで起こります。アドレナリンが血流に入ってきた時の反応なのです。アドレナリンが作動し出すと競争・闘争反応が起こります。この反応は筋肉の緊張や血流を増し足を重く感じさせます。体のシステムすべてが警戒体制になり力強く素早く反応する準備をするのです。ですがそれと同時に違った2つの反応をすることもあります。オリンピック選手のように走ることも筋肉を全く動かせなくなることもあるのです。危険な状況に対する2種類の反応が存在するからです。危険を乗り越えるか完全に避けるかという2つの対処法があるのです。9、水で指がふやけてしまうのはなぜ？手がふやけていると果物を取りやすいからです。ってそんなわけありません。説明しましょう。ふやけること自体は細い血管が皮下で収縮することによって起こります。まあ不思議じゃないですよね。ですが指の神経が損傷を受けるといくら水につけてもふやけないことが発見されました。ふやけるのは人間の体の水に対する特定の反応のせいで肌の質自体のせいだけではないのです。生物学的に大事な理由があるのでしょうね。濡れたおはじきを乾いた手または濡れたふやけた手で集めるという実験も行われ濡れた手の方がずっと集めやすいという結果となりました。足も同じです。濡れた場所に立つとき足がふやけている方が安全なのです。滑りやすい状況でグリップ力を与えるための自然の力なのでしょうね。10、関節がポキポキ鳴るのはなぜ？ポキポキと鳴らす悪い習慣がなくてもあの恐ろしい音が聞こえることがあります。デスクから立ち上がると体を痛めたか折れてしまったかのような音が鳴る時がありませんか？でも大丈夫ですよ。関節を鳴らすことは健康にさほど関係しないということが証明されています。あのポキッという音は関節に大きな力がかかって曲がりガスの小さな気泡が逃れて空気が抜けることによるものです。関節のおならみたいなものですね。この気泡は体中のすべての関節に自然に存在し関節を鳴らすことと同じく脅威を及ぼすものではありません。あなたは関節を鳴らす悪い癖がありますか？それともあの音に我慢ならないタイプでしょうか？コメント欄で教えてください。11、お腹が鳴るのはなぜ？お腹の音、内臓の音、グーグー鳴るお腹、いろいろ呼び方はありますが、誰でもこの恥ずかしい音を知っていますよね。ですが原因が何かはあまり知られていません。平たく言うと何も食べていないことを脳が嘲笑っているのです。おかしな言い方ですが、他に説明しようがありません。胃が空っぽになると脳が消化のプロセスを始め、食べ物を消化器官の下の方に運ぶよう信号を送ります。ですがガス以外運ぶものがありません。それで音が鳴るのです。ですからとにかく何か食べてください。この動画で何か新しいことを学べたと思ったら高評価して友達とも共有してください。
ブライトサイドには面白い動画が2000本以上もあります。ぜひ他の動画もご覧ください。人生はいつもブライトサイドで。